反目中村喜四郎、選挙無敗の男が負けた時、茨城南西部の7区で14連勝という圧倒的な強さを誇る政治家中村喜四郎。しかし中村は地獄を見ていた。それは斡旋収賄罪による逮捕、懲役1年6ヶ月の実刑。しかも中村は140日間の勾留中、完全黙秘を貫いたのです。一体なぜ黙秘したのか、そして出所後も出馬し当選を続けるその理由は。28年の時を超え、あの事件を中村喜四郎自ら告白します。ご覧いただきました監黙中村喜四郎、選挙無敗の男が負けた時の松原義政監督、そしてリモートで武田和明監督です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松原監督は1994年入社、現在報道コンテンツ戦略室所属のプロデューサーとして、ドキュメンタリー解放区や今回の TBS ドキュメンタリー映画祭2022を担当しています。そして武田監督は1991年入社、これまで長らく国会を取材し国会王子として知られ、テレビ番組にも出演。初の著書ドキュメント政権交代、自民党崩壊への400日はベストセラーを記録しました。では監督にお話を伺いたいと思います。まず松原さん、この作品はチームで作っていると伺いましたが、まずその前に、私の小学生の時に政治家になりたいっていうふうに夢を持って、はい、卒業アルバムとか書いたんですけどまあすぐその夢はね薄れていったんですけど政治家っていうものは興味あったんだなと思うんですけど、TBS 入ってから全く、その報道とかそういうところに縁がない、まあ見れば分かったで、ジャーナリストの感じが全くないんですけど昨年ちょっと移動して初めて、そういうところに関われるというのがあって、中村喜四郎さん取材してみたいなっていう思いがずっとありました。でただ全く政治への、その取材とか全く経験がないんで、頼れる武田先輩とかは頼ってやったと。あと社内いろんな方からも助けていただきつつ、まあ、あと結構貴重な映像もあるんですけど、本当 TBS の諸先輩がこう取材をしたっていうのも使わせていただいているということでいうと、本当チーム TBS みたいな感じかなというふうに思っております、うん、はい。そして松原さんの小さい頃からのこの思いも詰まってると。そうですね、自分に何が足りなかったのかとかそういうことも含めて、はい、自分の中の裏テーマでちょっと取材をしていました、はい。武田さんは、はい、以前からこう取材をされていたということなんですけれども、そもそもきっかけは何だったんでしょうか。私は94年の3月に中村議員が東京地方検察庁に出頭してくる、これも非常に珍しいことでしたけども、初めてだったと思いますね。あの出頭した現場で彼が入ってくる姿を撮影してたんですよね。それがそもそも中村喜四郎という議員を知るきっかけでした、うんうんうん、取材を通してどんな人間なんだっていうのが分かってきましたか。私20年以上政治の取材しましたけども、中村喜四郎っていう人は不気味な存在ですよね、うん、その当選10年20年となると大体1回ぐらいは喋ったことあるんだけども、うんうん、そういうのもない。記者も役人も彼には近づかない、国会の廊下ですれ違う時なんかこう道開けちゃうみたいな人ですよ、うん、その人がまあ、竹下のプリンスと言われながら事件で逮捕され、そして刑務所に収監され、まあ、地獄を見たっていうことですよね、うん、その中で一体彼は、何をやりたかったのか、どうして当選し続けるのか、茨城の人はどうして支持するのか、そういういろんな疑問を彼が、まあ、10時間以上カメラの前のインタビューに応じてですね、初めて喋ってくれました。改めてどんなところを見てほしいですか。一つはさっき松原監督言ってましたけども、私だとともすればマニアックになるんで、それを松原さんが非常に分かりやすく解きほぐしてくれるっていうのが1点、うん、それから今その困難に立ち向かっている人、困難な状況の中にいる人たちに見てもらって、もっとものすごいそのプリンスから逮捕収監っていうものすごい困難を経た人間がどういう考えでその困難を乗り越えて今、うん、どういう気持ちで生きているのかっていうのをぜひ見ていただきたいと、こう考えています。わかりました。松原監督、武田監督、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。
リコのことで、リコが無事かと思ってたじゃないかと思うと。あの時さえなければ。下がってください。危ないですから下がって。中村喜四郎代議士を乗せた車がちょうど今東京拘置所の中に消えていきます。あなたが関係してないの知ってるんだと。あの時があったから。もう諦めた。それ自分が発信したいことを発信できるのは自分だし。諦めは希望に変わり、6号が来ていた。新たな挑戦が生まれる。ももクロやってなかったら多分本当になんか人生終わってたなって思う。その困難に出口はあるのか。戦ったその先にどんな未来が待っているのだろう。あそこで見えるかなりの数ですね。あれ多分今まで見た中で魂を震わす珠玉のドキュメンタリー11作品を一挙公開。嘘のない自民党を作らんや。鳥取から新しい日本を作らんや。あなたは外国人のお友達がいますか。います。もし戦争になったらその人と戦うことはできますか。できません。てかあなたは誰ですか。テレビも SNS も超えて映画で伝えたいことがある。 TBS ドキュメンタリー映画祭。